キャスターか。アルテラ。ダンマリか。キャスターか。アルテラ。何？おかしなこと。ライオンだ。かわいい？何を言って。キャスターか。アルテラ。何？さて。キャスターか。アルテラ。何？さて。これでも使いたまえ。何？時間があったのでね。あなたにこれを送りましょう。うん、差し入れだ。軽く一杯飲み干すぐらいの気持ちでサクッと使い捨ててくれ。
ャスターか。アルテラだが奏者よ。ダンマリか。さて、招かれざる客人がいらっしゃるようですね。お二人とも手はず通りお願いしますよ。了解。さあ、私が相手をしましょう。どうも言うな。さあ、と相手はありました。すでに敵襲を受けている。まずは救援に向かうべきではないか。私が相手です。他愛もない。奏者よ、このエリアをそなたに捧げよう。いい成果を出したようだな。こちらも見習おうとしよう。500体撃破とはいよいよ波に乗ってきたな。便利なものよな。戦隊突破か、見事。木人が相手としても侮れぬな。なかなかうまくいきませんね。しっかり誘い込んでくれてます。仕方ないですね。皆さんこちら、こっちの水は。いつもの衰えない風雲の服、名付けてサーバント大尊です。というわけでサーバーご覧なさいまし。今のうちにアグレッサー軍団ゴーです。敵軍のロジムマトリクスが完成してしまう。急ぐのだ。このままでは我らの敗北となる。予定通り罠にかかってくれまして、私を返さなければここから出ることはもう少しお役に立てると思ったのですが。さすがは古代ギリシャの英雄よ。よかろう。
ローマ皇帝たる世が相手だ。やるのです。血は多ければ多いほど良い。やはりキャスターの罠か。サーヴァントへの接近は時期尚早だ。先を急ぐ。プラントがいるな。まずはあれを叩き落とそう。これは本気でいかねばな。トラップか。そうしよう。コードキャストの用意を。ほう、やる
者よ。味方の損害が大きくなったのだ。判断の姿も見つけよう。転落の飾りとなれ。うん、奏者よ。回復を。奏者よ、離れ。あれか。狂っただけでこの威力ですか。世界に対する。アルテラ信頼の記憶をなる。ネロ女
グマッチなのですから。聖杯戦争を勝ち抜いた我らの力見せてやろうではないか。オートモさん、あなたの力を貸すのは職ですね。これもご主人様のため。雑魚は私が受け負いましょう。腹を握って差し上げます。心遣い感謝する。心遣い感謝する。あれだ、夜が明けだ。まずいぞ、距離を出てきた。こちらの魔力は喧嘩、魔剣でもなければ聖剣でもない代物ですが、まあそうですか。こうなると私たちが いいだろう。ほう、これはこれでなかなかの佇まい。金箔まみれのなり、うん、先んじての感謝を捧げます。彼は…そうですね。
無理もない。海精神の伝統、すべては夢ではない。夢、せい、両者一旦離れて、離れて。奏者？やれやれ。してしまう。急ぐのだ。このままでは我らの敗北となる。さあ、て戦の時だ。まずは先陣を任せたぞ、ルーラー。承知しています。この戦いの行く末を見届けましょう。仕掛けてきたな。このまま防衛に回れば、そもそもこちらが押しつぶされる。この際多少の損は仕方ない。レジムランクの高いセクターの制圧を急げ。セクタートラップか。奏者、コードキャストの用意を。おお、気持ちよく終わったぜ。そっちの調子はどうだい？なかなかのお手前で、ですが騎士の誇りにかけて守り抜きます。うん、少々油断したか。フォローを頼むぞ、マスター。ふっふっはっ、敵も手強いですね。こちらも気合を入れましょう。いいぞ、そのセクターの価値は大きい。くれぐれも敵の進行に注意しろ。たわいもない。奏者よ。たわいもない。奏者よ。このエリア、そなたに捧げよう。重装歩兵隊、
捧げよう。世の兵たちの窮地だ。急ぐぞマスター。愛の力思い知ったか。花道ライカ、世の兵たちの窮地だ。急ぐぞマスター。おお、あの白騎士に打ち勝ったか。見かけによらぬ剛腕よな、ルーラー。たわいのない。勝者よ、このエリアをそなたに捧げよう。生きがるなよ小娘。くだらぬ皇帝特権をと俺が叩き伏せてやろうではないか。では世はそのまんしんを叩き伏せよう。行くぞ黄金の英雄王よ。手間を取らせよって、もはや楽には済まぬと思え。矜持をかけ、おのがいた。なーにがトップサーバント。いい加減にしなさいよ。私はやめたの。
私は頂点に立てるし。真打ち登場よセイバー。私こそとろける時だ。真打ち登場よセイバー。私こそが誰の心だって犯して食らうトップアイドルよ。そのような姿を探して名をほざく。バクノ、我が剣で頭を冷やすがよい。ゆるりと休み。ヨットの夢っち。それにだ。サブキャスターの陣。良い言葉だや。そうだな。明かりを。うむ。そうよ。これでも使いたまえ。な、こんなものを拾ったのだが。ああ、
セイバー、すでに制圧したセクターのいくつかへ敵勢力が押し寄せている。注意しろ、厄介な状況だな。守りに回っていればいずれ崩される。敵戦力の撃破を優先するべきだ。この場合防衛は上策ではないぞ。剣幕よ、落ちよ。ロサイクス、はっはっはっやっ、ニポレよ、ロサイクス君臨する。はっ、邪魔が入った。セクターを、これ以上被害が増えてはまずい。奴を止めてくれ。ほう、こんなところ。これがサーバーの一気の力とはな。奏者、あやつを止めるという。やるね、皇帝陛下。とことん派手な戦いだぜ。世の兵たちの窮地だ。急ぐぞマスター。味方の損害が大きくなっているな。判断はそなたに任せよう。敵軍のレジムマトリクスが完成してしまう。急ぐぞ。この中は我らの擦り傷だがよ。いかん、あの劣勢は捨ておけぬ。早く助けに行かねば。ギルガメッシュは被害を拡大させている。優先して奴を狙え。しつけ野郎だな、長引いてきたじゃねえか。愛の力、思い知ったか。
国の領土を増やしたぞ。行くぞ。奏者よ、ここにはプラントがいる。奴から倒さなければ制圧はできないぞ。潰したか。これで敵の進攻が弱まるはずだ。浅瀬に追い込まれたんだ。ここからが本番だ。制圧完了だ。土地は多ければ多いほど良い。くだらぬ皇帝特権だと俺が叩き伏せてやろう。では余はその慢心を叩き伏せよう。行くぞ黄金の英雄王よ。セクタートラップか。奏者よ、コードキャストの用意を。コードキャストだ奏者よ。なんだ、
野生犬にも牙はあったか。まったく大した活躍だ。敵には同情を禁じる。下がるではないか。いいぞ、八つ咲きにしてくれる。少しばかり猶予をやろう。一時の命ありがたく思えよ。我らの勝利だな。また一つ帝国の領土を増やしたぞ。見よマスター、すべて我らの領土となったぞ。便利なものよな。そんなの。寺の力が増大している。ここまでか。どういうことだ。なぜそちらの。待ってくれ、助けてほしい。セイバーのマスター
そうだと思う。だから出会えたのがお前続いていくこと。ありがとう。さようなら。アルテラ。ダメだ、まだ消えるでな。許さない。お前が私を救うと言ってくれた時、感じつつの力を使ってくれ。未明領域に存在する幽星のかけら、そっと統合されたレオ、まずは感謝。本来の役な
アルテラか先輩の封印した完全にだたのになぜセファール貴様私にだがどうやっおはようございますでセファーまあ最強無敵なはずのアンチセル様が救われないわ、ほんと。予定通り、セファールの力をいた…それはそれとして、この鎖、邪魔な…よし、これで自由に、こいつの…あれ?なんか暗…冗談よ冗談ほらあんたとはけっああ理解把握英霊たちも世話着はつけるいや ベルバー2救いの一撃をもたらしてくれた貴様は切られると、よもさすがに、今は加減するがいい。予想通りだな攻撃を続けろ獅子の全てがきらめく星のようだ耳を通せどうだ世の女神作りは今の世と奏者であれば星の船であろうと倒しきれようそこらを攻撃しろまずは奴の進撃砲の加工だしまえ職安の数が減っているそのまま攻撃を続行しこんなところ
流口が開いた。避けられないのであれば破壊しろ。今の君の力は可能なはずだ。侵入し、もう一つの中枢を破壊しろ。
高次元よりの魔力収束だが、星船に付与された演算機能は無…貸して目に焼きた…こたびの勝利は私たちの営みこそが花つきぬ武…キャリタス・ドムズ・アウローラ。あえて言おう、まさに斬撃皇帝。お、おいおい、気持ちは…これは、あなたは成し遂げ…優勢エネ…おや、おやや、未明領域のエネミー反応がき戦ってぶち…ほら、世界の誰でも。何をぼーっとしている、奏者。とうとう、こ、全くもって私たちは不思議ですね。こういうところはすぐに同意できる。確かに。奏者よ、分かっているな。まずは洋の料理から食べるのだぞ。
無理強いとは無粋ですね、セーブ。質量料理か。それは良き名だ。世のローマ料理は褒めて。お料理は、いい文明？悪い文明？アルテラカ、貴様の分は別に取ってあるゆえ、奏者と二人きりなのだ。だからそんなのが。ダメですか？いいえ、二人きりじゃないですよ。私もみこっとお隣にいますからね。ダメですか、たまも。ああ、まあ今は間が悪いというか、一世一代の大勝負の最中なので、ここはご遠慮いただけると。アルテラさん、美味しそうです。右のお料理も左のお料理もアイス。これは文明なの？どちらがいい文明？アルテラ、よく聞くがよい。悪い文明など世界のどこにも存在せぬ。いずれも等しく人の営みだ。であるがゆえ、ベルバー2完全破壊を確認。すでにこん